なるほどな。ちょっとまあまあまあ、でもだんだん理解してきたんで、もう刻んでいくから。もうはい、来ました、ドアダッシュ。うわ、知らねえんだよなこれ。なんか見分け方あるんでしょ、なんか歯の数みたいなことを聞いたことあるが、わかんねえなこれ見分け方が。ちょっとね、多分今までで、ちょっとあれ必死さが足んない気がするんだよね、俺の。歯の数だっけ、島の数、わかんない。なんかの、なんか見分けられんだよね、これ。最初の方はちょっとわかりにくいけど、みたいな。1、2、3、5、え、わかんない、わかんない。わかんない、わかんない。わかんない、わかんない、わかんない。歯の、何？色？わかんねえ、だけど、どれ？とりあえず正面突っ込む？あ、大丈夫なんだ。あ、最初は全部開くってこと？あ、開かねえじゃん、それ。なんで、なんで開かないの？なんであれ開いてないの？あの卵をやりよるか。あー、すごいすごい、ついてこ、ついてこ。残念、こっちですよ。こっちだよ、バカ。わざとわざと、嘘だから。連続、あ、そっち開かないよ、言っとくけど、こっちだよ、くそ。マジかよ。あー、飲まれる。どこどこどこ、うおー、ナイスナイスナイス、鳥ナイス、オッケー。ここ3分の1、3分の1。真ん中じゃない、左左。右、わかんない。え、真ん中開かなかったろ。やばい、やばい、ゾンビ映画みたいになってる。いけ。あ、いい、余裕じゃん。やっぱ必死さ足んねえから、もっと必死さ出してこう。必死さってむず、言い方。必死さってむず。そうでもなかった。必死さ、簡単だった。はい。余裕です。50% いいじゃん、入れたんじゃねえかっていう説。はい、残念でした。まあ、第1ラウンドで、ゲームオーバーするのは論外なんで、ね、こういうゲッサも出していきつつ自分を縛っていくって。はい、次のゲーム何でしょう。何でもいいぜ、何でもいいもん。全員もう張って倒すから。はい、次な、はい、ドン、はい、バーン、バッ、はい、3、2、1、ドーン。さ、長っ、何これ。3、2、ドーン、ロールアウト。うわー、焦りそう。これ見ててめっちゃ難しそうなんだよね、これ。やってみて実際に難しいか、簡単なのかっていう話。まあ他のね、あの、やつらにしゃぶられないように気をつけていきたいと思っております。よろしくお願いします。回転するホイールに飛び移ってと。これ落ち着いた方がいいんじゃないの？焦んない方がいいんじゃない？まあ一応焦りつついくか。ああ、端っこにいない方がいいんじゃない？おい、ちょっと待って。これね、落ち着く。待って、こっち来たらやばくない？ああ、ちょっとやばい気がする。で、落ち着く。こういう時に落ち着く。あ、ちょっと待って、やばい。なんかどんどん難しくなって。お前！絶対許さない。絶対許さないから、あのホットドッグ野郎。いや、ホットドッグ嫌いになったかもしんない、ほんとに。二度と食べねえわ、ホットドッグ。ホットドッグに罪はない。あの、どんどんやっていきます。あー、来た、はい。ぐるぐるファイト。邪魔なものを避けて、ゴールまでたどり、もうガールでいいよ。ゴールよりもガールの方がたどり着く気力が湧くかもしれない。それこれあれ。行きましょう。これ何度目だっけ。 4度目、4戦目かなんかでしょう。言いますからね、仏の顔も。そう、3度まで。これジャンプした方がいけんの？なんでピョンピョン飛んでんのみんな。つうかさ、仏の顔も3度までって言葉があるじゃん。で、2度あることは3度あるってあるじゃん。大丈夫って話じゃない？なんか喧嘩してない？喧嘩してるよね、すげえ。おい！やめろ！なんか蹴っ飛ばされんだけど、マジ、アホみたいに。わけわかんねえ。あ、これやばい。この声方、これ。これ裏技だから。知ってた？これ。知らないでしょ、これ。この声方があること知らないでしょ。あるいはまあ、次の言葉作った方がいいよね、多分ね。最悪、マジで。一番最悪。ちょっと待てばよかった。あー、このやばい。いや、全然やばくない。待って、なんの話だっけ？これ二度あることは三度あるでしょ？三度目許されるよって話でしょ？最悪だよ。で、仏の顔も三度まででしょ？あれ？二度、あれ？喧嘩してなかったんだけど。どういうこと？あっ！二度あることは三度あるっていうことは、え、三度目がゲームオーバーってこと？おい！危ねえ。おい、お前つか、お前やめろよ。おい、ふざけんな、お前。そういうことする。お、パイナップル、お前、パイナップル、みたいなことができるわけですよ。
ギリギリさせないよみたいな。ホットドッグいない？ホットドッグ許さんから調子乗って、あー大丈夫、あーあと一人、あーあー落ちちゃった、あった、あー落ちちゃっちゃって、うわ隣のやつすっごいんだけど、やばいんだけど、なんかキルアみたいなやついんだけど、ガラッガラだな。逆にシンプルなの目立つかもな。ちょっとでも2人ぐらい同じような色がいるな。ホットドッグいない？ホットドッグ潰すから絶対に。はい、溜め込み合戦。これも、なんだっけ、なんだっけあの競技の名前、卵運ぶやつ、あれと一緒で、これ三つどもえってことはどれか一人がいじめられるんですよ。違うゲームでもそうでしょ。2対1受けたらそいつはもう終わりなんで、さあどのチームを潰すかっていう話。最悪マジ出花くじかれ、え待ってこれ赤、ああ、ちょっと待って、無駄なことしてる、ごめん。赤、黄色か、黄色だなこれ、黄色潰す、あちょっと待って、青、ちょっと待って、青か青潰すか、青だなこれ多分、青だわ。何もしてないけどね俺仕事、いや、操作方法忘れてる。あ、待って、黄色？ちょっと待って、どっち？黄色か？黄色か青だな。赤は結構強いぞ。ほら、弾き出せ！あー、仕事全然してない。なんもできない。お前、やめろよ。待って、赤か。あー、黄色。うん？青？うん？ちょっと待って、とりあえず青にボールを行かせないように、僕はしとくわ。赤か。てめえ。あっち。あー、大丈夫だった。全然やばいんだけど、全然ボールに触れたことがないんだけど、どうする？ボールに触れたことがない剣について、ない剣についてね。あ、やっと触れられると思ったけど、ここで触れても正直意味がない。あっちから、あ、オッケー、大丈夫です。黄色さんに飛ばせんで大丈夫ですよ。お前なんで黄色に飛ばそうとしてんの？なんで邪魔すんの？お前なんで邪魔すんだよ、ふざけんなよ。オッケーじゃない、もう青来てないでしょ。赤1個さ、1個あればいいから。お前、やばい。あ、ちょ、やばい、やばい、オッケー、これ飛ばそう。待て。うん、うわ、最悪なんだが。待って、1対1、オーバータイムってこと。余計なことしたかもしれない。1、2、え？あ、はい、イェイって日常で言うことある？ないでしょ？そういうこと。そういうことだから。はい、ドーン。あ、生き残ってんな、激しい色のやつ。さあ次なんだ、そろそろやったことのやつやってみたいな。尻尾に、あー、はいはいはい。さっき結構運よく逃げられた感じはあるんだよな。最初に尻尾持ちかどうかで結構決まってくるよ。自分どうだ、宮田、あ違うか、赤、あ、尻尾持ってますね僕。さあ持ってなかった、あいつと俺勘違いしたわ。ややこしいんだよ。よこせ！無限に追いかけるからマジで。インコースで追いかけてと思いきや、これ飛ぶでしょ。で、こっち行かせると思いきや、これ時間の、あれ絶対時間の無駄。絶対あれ追いつけないから。あいつ持ってんな、尻尾。はい、いただきます。ありがとうございます。やべえ、なんかめっちゃ多いけど、尻尾も。やべえ、いる。尻尾持ってないやつなんかめっちゃ いっぱいいる気がするんだけど、気のせい。これ登っとけば勝ちじゃない、これ。うわ、いっぱい来た。最悪。あ、尻尾持ってたわ。あー、こ、あー、尻尾持ってる。あー、あいつつるくない、ちょっと。おい、お前そこ、うわ、地獄だった。あー、わかんねえんだけど、どいつが尻尾持ってねえんだかわかんねえ。最悪。はい、残念。ノールク、あー、お前持ってるか、持ってねえな。おい、マジやばいぞ。お前持ってるだろ。なんで今キャッチできてねえんだよ。待って、ここぐるぐるしてる尻尾やるがいるな。やばい、あと何秒、あ、10何秒。え、やばい。ピンチ。と思うじゃん。ここで焦らないのが、モサ。いや、諦め、ここは違う。ここ選択。ここの選択がちょっとマジ命運を分かつ。喉潰すわ、断末まで喉潰すんだけど。
尻尾に嫌いだな、ちょっと苦手かもしれんぞ。